初めて購入しました。母が使っていて、ちょっと拝借したらよかったので買ってみました。で、こちらの内紙を読んでみますね。ワンステップでベースメイクが完成。開いてしまった大人の毛穴に BB クリーム、毛穴落ちブロックで化粧直しいらず。はい、私今までですね、日焼け止め、どの日焼け止めだったかな、職人独自の毛穴対応処方。1、どんな毛穴にも瞬時に膜カバー。2、出てきた皮脂を速攻吸着して広げないだそうです。ここですね。どんな時も崩れを防止。さらに11種類のね、ミネラル配合。長時間のメイクも OK。 美しい仕上がりが持続します。乾燥によるこじわやシミも目立たなくします。嬉しいです。そうです。内容量は 30g 1200円かっこ税抜きでした。ちょっと出してみますね。私のカサカサ手のひらに塗ってみましょう。わかりにくいですね。とりあえず結構良かったのでしばらく使ってみます。ね、
緒に使おうと思いまして、こちらですね。すごいパッケージかわいいですよね。こういうの買うのも初めてなんですけども、これはどこのなんだろう読めないんですよね。これどこのですか。クラブコスメチックスののすっぴんパウダー24時間スキンケア洗顔いらずつけたまま寝れるという素晴らしいものですね。肌をきれもっと綺麗に見せるクリアタイプのプレストパウダーです。ホワイトフローラルブーケの香りで24時間いつだって綺麗、肌綺麗って言われたい、そんな女の子たちの願いを叶え、スキンケアでありながら素肌をきれいに見せてくれるフェイスパウダーです。なんと贅沢な。あくまですっぴん、メイク感ゼロなのに一塗りで理想の素肌に、そんな感じで温泉旅行、おうち女子会、彼と泊まり、ちょっとそこまで、そんな時におすすめと書いていますが、私は思いっきり普段使いします。そう書いておりますが、そう書いておりますが、普段使いしたいと思います。まあでもどんな感じになるのかまだわからないので一度使ってみますね。で、中はこんな感じで、とても乙女チックな感じですね。ほんとサラサラしたパウダーです。すごいいい匂いがしますね。フローラルブーケの香り。はい。カメラの位置が定まりません。かわいい。ですね。私はもうちょっとこう落ち着いたデザインの方が好きですが、可愛いことはわかりますネクスト。今からお出しするのは私も初めて見かけたんですけども、ちょっと使ってみたんですよ。一回開けてすごく良かったです。それがこちら、マジカルティント。これはミシャジャパンの製品でございます。ミシャジャパンマジカルティント、スカイブルーリップカラーリップグロス、爽やかなスカイブルーのグロス、唇にのせた瞬間抜け感あるピンクにカラーチェンジする魔法のティント。クリアなツヤ感と色持ちをキープします。すごいね。あ、これは良さそうだと思って買いました。
種類のピンクです。私は何でしょう、中間ぐらいですかね。これは私だけの抜け感ピンクというキャッチフレーズがついております。こんな感じですごい綺麗ですよね。ブルーですね。ラメも入ってるんですけど、塗るとそんなに目立たないです。こういう筆、あれ知らないとこだ、あった、こういう筆になってます。ピント合わないですね。シワシワですね。わかりにくいですね。はい、ピンクになってきたでしょう。こう唇にのせた感じが理想的な色だったのと、本当にティントなだけあって落ちにくいのですぐ気に入りました。香りが少しあるので好き嫌いはあるかもしれませんが、そんなに好き嫌いが激しく分かれるような匂いではありません。続きまして、ここからはメイク用品じゃないんですけども、次はヘアですね。ケープフリーアレンジ、ワックスより簡単、ベタつき感ゼロ。ちょっと微光性にしました。
します。無印良品のですね、こちら素焼きストーンですね。で、これは何に使うかと言いますと、こちらも無印良品のブレンドエッセンシャルオイルくつろぎですね。こちらをですね、器に移したこの素焼きストーンに垂らして使います。まあ、アロマですね。私はくつろぎを選びました。もちろん素焼きストーンじゃなくてもディフューザーでも使えます。ですね、ブレンドは内容初めてなんですけども、どんな感じに変わってくれるのかとても楽しみです。せっかくなので素焼きストーンも開けてみましょう。紹介でした。次回予告をさせていただきます。次回予告です。こちら何でしょうか。こちらはファミリーマートで購入した
入りです。